おはようございます。朝のトイレタイムですね。今日も雲あるけど気持ちのいいお空広がってます。最高気温22度かな。最近ちょっと暖かくて、昨日とと25度ぐらいあったかな。まあ、ということで本日はですね、お父さん土曜日からか出張出ておりまして、11時ぐらいかな到着のフライトで帰宅の予定となっております。お家帰ってきてミーティングやら何やらして、3時から歯医者の予約が入ってて、お父さんのね、5時からトム君のチェックアップの予約が入っております。パトロールされておりますね。まあとりあえず私はね、5時のそのトム君の酔いの予約の時間まではですね、お家のことやら何やらね、のらりくらりとやって過ごそうと思ってます。眩しいから私さ、柱の陰に隠れてるの。お嬢朝一のねパトロールね、忙しいですね。一昨日かな、あのブッシュのねとこでガサゴソッと聞こえて、ていうかうちの多分庭にウサちゃんかリスさんがいたんだよね。で慌てて逃げたんだと思うんだけど、彼らがまずだからサムちゃんがね出た時に、ね、バーッと走っていったわけ。それからもずっと気にしてるわけ。サリくんいらっしゃいますね。入りました。はい、どうぞ。あ、トムくんいた。待ってましたね。はい、私のモムシューズで遊んでたようです。サリくん、おはよう。お腹すいたね。はいはいはい、僕もね、一緒ね、わかりましたよ。ハロヘニちゃんたちね。夜ご飯にしてこうね。大変ね、あなたたちね。元気ですけど、朝から掘ってるし、今日布団洗ってます。お父さん帰ってきたね。帰ってきた。お迎え来たぞ。怖い怖いしないで行った。ただいま。怒らなくていいよ、僕は。危ない。おお、そんな声で。ここからは降りないから大丈夫。お父さん、サンスリビング用のハムと。危ないよ。危ない、危ない。団長が来てくれました。はい、団長ただいま。しょうがしんねんちゃん、うん、まだサラサラじゃない、よかったよ。相手してて打てるよ、もう一方も、だから何その声、うん、今日も使ったのよって、はいはいはい、じゃあ次坊や行くね。はい、坊や、覚えてますか、うん、覚えてるの、覚えてるの、こんなペロペロするようになったの、御社ですよって、はいはい、いい子してたよ。はい、行きましょう。父さんの洗濯物似合うからね。そうよね。ダメよ。そう、今年はね、クリスマスに買うハニーベイクドハムさんでですね、ハニーベイクドターキーっていうのがあるっていうことで、お父さんね、これをサンクスギビングにいただこうってね、購入してくれました。引き立て買ってきてくれたんだけど、めっちゃ並んでたんでしょ？うん。そう。で、あと、うちね、もう何にもないからさ、今ね、お買い物行かないといけないんだけど、ランチ何もないよって言ったので、チャイニーズを買ってきてくれましたね。ちょっと活発になってるよ。すごいよ、お父さん。もう全然違うよ、動き。よし、じゃあお父さんの洗濯物ね、洗濯回して、それからランチにしよう。よし、ということで、お父さんね、もう時間ないって言って急いで食べておりますが、ランチのセットはね、スープと春巻きとフライドライスか白いライスか選べるんだけど、何にしたの？なんかチキンだね。と、フライドライスとです、お父さんは。で、私は全然イメージと違ったね言ってたんだけど、ね、シュリンプウィズロブスターソースっていうのにして、スープ、卵スープスープ一緒みたいな感じなんだけど、でもめっちゃロブスターの香りするっていうことで、ゆっくりね、座っていただこうと思います。いただきます。トム君の洋服が届きました。これはもうちょっと大きくなってから言おうと思って、なんかいろいろ落ちてるけど購入しましたが、クマさんついてるやつ。その前にね、オーダーしたものここに置いてあるんだけど、これは今着るよね。ワンサイズ小さいんだけど、このサイズはね、なかなか売ってなくて、だいたい XS からなんだけど、これね XX スモールっていうサイズで、まあ、とにかくね、キットンとかパピーが着るようなんだけど、これ同じサイズなんだけど、明らかにこっちの方が小さいでしょ。今だからね、こっちばっかり着てるんだけど、夜ね、寒くなったら着せてるんですが、まあ、ね、すぐ大きくなるからね、もうちょっと大きくなった時用にと思って、で、これと一緒にね、購入したものがまだ届いてなくて、一緒に届くはずだったんだけど、明日のレンジ届かなかったら返
金対応になるかな。 Amazon で購入したんですけど、これよりももう一回り大きいね、このサイズのお洋服と、あとパジャマ購入したんだけど着てないんだよね。一応ね、今日届かないからと思ってまた別のパジャマねオーダーしてあって届くと思うんですけれども、確かシップドになってたから今日の予定だったけど明日になってるね。あ、その他購入したものも見れてんだけど、そう、これが届いてないの。これ可愛いなと思って、でもね、多分ね、こっちは大丈夫なんだけど、こっちが怪しいんだよね。何の評価もついてなくて、こっちはついてるから。とりあえずね、パジャマ同じやつなんだけど、寒い時用のパジャマと思ってね、同じのオーダーしてみたんだけど、どうかなと思っておりますが、この辺のはね、ブラックフライデーのディールで購入したものなんだけど、届くの楽しみにしております。起きてきましてね、寝寝してたんだけど、ご飯食べ終わって、今落ちっこしてお利口者だったからね、おやつ食べましたので、今からお父さんは歯医者さんに行くそうです。間に合いそうになかったら連絡してよ。はい、気をつけて行ってらっしゃい。お腹が気持ち悪い、いつものことですね。見に来てます。ということで、お父さん歯医者さんから帰ってまいりましたので、サムシェとドブクと一緒に出発しました。顔の半分が麻痺しているんだとか言ってるけど、なんかお薬処方されたみたいなので、帰りにね、CVSかどっか寄ってもらってこようと思いますが、お買い物もちょっとしていきたいので、お父さんにね、車でお留守場所いただいて、トレーダージョーズも寄ってこようと思ってます。出たくて出たくて、今まで寝てたからね、ぐっすりとお遊びの時間になっておりますのでね、大変ですけれどもね。いいの、ここいてください。それでは行ってきます。ペットスマート着きました。サムちゃんの準備できたら行きましょうね。サムちゃん、お付き添いありがとうね。全部終わって車戻ってまいりました。ちょっとお買い物もしたんだけど、缶詰のご飯とサムちゃんの美味しいですね。サンクスギビングだからね、ちょっと美味しいのにサムちゃんもしようかって言って、今日は一本ワクチン打って、全然平気そうだったんだけど、まあまだよく分かってないからかな。でお爪切ってもらって、次の予約は12月の15日かな。すこぶる健康だそうです。 2.5? うん、ってことは何キロだ。1キロちょい。うち来た時800-230だったから、だいぶ増えてくれてますね。大きくなったもんだって。一回り大きくなったよね。うん、疲れたみたいですね。さっきまで暴れておりましたが。よし、ではトレーダージョーズ寄ってかな、帰ろうと思います。お家帰ってきました。チェックに行ったけど、タム君ちはご飯の時間だからね、おトイレってね、ご飯に備えるんだけど、あれ遊び始めた。今日安静にしてくださいって言われましたよ。そうでしょ。お買い物してきたものはウォルナットとココナッツシュガーとちっちゃいポテトでしょ。セラも入ってます。ハーブサラダミックス2袋ルッコラが3袋ね。オーガニックのね、クランベリーがね、欲しかったんだけど、もうギリギリだったからね、なかったんだよね。なのでオーガニックじゃないクランベリー2袋とオレンジジュース1本ね、オレンジジュースにようと思ってるので、トマトを2パックと人参になります。で、ここにはトムくんの缶詰3つでしょ。これサムちゃんの美味しい4袋買うと5袋目がフリーになるって書いてあったので5袋で購入したのと、これはトムくんのレボリューション、まだプライフェキサスは体重がクリアしてないから。で、あともう一つクッキー屋さんね、寄ってきて6個購入してまいりまして、今週のフレーバーとミステリーがこれなんだけど、月火水のフレーバーでしたね、これね。お店によって違うから、そう、うちの近くはね、このね、レモンポピーシードだったんですよね。これいいなと思って。サンクスギビングでね、明日からお父さんね、日曜日までお休みなんですよね。そう、お父さんもいるし、トラディショナルなデザートは作らずにこれね、いただこうかなと思って、ソルテッドキャラメルチーズケーキかな。で、パンプキンパイにシナモンロール、これがホワイトチョコとクランベリーで、これがなんだっけな、チョコレートなんとかあった。半分こしてね、お父さんとね、いただこうと思ってます。ご飯の準備が始まりましたね。じゃあみんなご飯にしてきましょう。グイーって引っ張られてて、測れへんかって朝履こうと思ったら、トトがやったんでしょ。そう、朝履けなくてこうなって同じように靴で遊びますね。よかったね、お父さんのチューリップはね、チョキですか。よかったね。ちょっとダミーどこやった今これに夢中なんだからいいね。じゃあ行こう、行ってきます。はい、いってらっしゃい。夢中になってて追いかけなかった。よし、お父さんとサムちゃんね、お散歩行ったので、私はご飯の支度していこうと思います。必死でしね、お父さん。ないの、無理。何してんだ。なんでまだちょっと痛いなっちゃって。それもう短いね。もう一回も泣きなきよ。はい。お父さんお風呂入ってきました。私も入ってきましたが。ということで、ご飯にしようと思います。適当サラダと、このね、うなぎお父さん持って帰ってきて、味を見なきゃいけないって言ってたので、特に何も手加えず、ちょっと温めただけ。お味噌汁と、アサリ、冷凍のアサリね、お父さん持って帰ってきてくれたので、これもガリバタ酒蒸しにしました。ということで、あ、まだお箸も出してないけど、とりあえず、ゆっくり座っていただこうと思います。あ、サムちゃん来た。サニクも来るかな、みんなゲストルーム言いましたけれども。それでは、いただきまーす。何かおやつみー。今日こちらで何してるんですか。なんかやってますけど。お父さんここ
こで怒られてね、これに入りづらかったみたいで、なんかやってる。サムちゃん、トムくんのおもちゃじゃん。忙しいね、子分たちですね、シャニくん。今日もご苦労様でした、ベビーの相手ね。サニがもうね、歩いてればずーっと後ろくっついて歩いててね、絡みに行くんですよ、こうやって。今はサムちゃんに絡んでおりますけども、僕のだもんって言ってんだよね。そうそう、サム強いよ。強いなぁ、お姉ちゃん。ここにシートが入ってるけど、これと取り替えっこしよう。サムちゃん、これどう？ねえ。あ、2つとも取った。ベビーのおもちゃ返してあげてよ、お願いだからね。いいでしょ？ダメなの？で、ママこれベビーに貸していい？ベビー貸してあげようか、これ。トムくんこれでいい？いいよ。持ってって。重たくない？それ。とにかくこれが今一番の気に入りなんです、サム。大変ですね、あなたの子分で、本当にね。いつもありがとうございます。まあ、とにかくトムがね、サニーがね、近寄れる範囲にいるときはね、もう本当近くに寄ってくから、できる限り届かないところにいてね、夜もさ、サムとさ、ワーワーしてて、私たちがご飯食べてる間ね、サニーくんね、ずっとクレートの上に乗ってたんですけど、トムがね、もう眠いって言ってね、寝に行ったらね、トンと降りてきてね、ここ歩いて、トイレ行って飲んだりしてね、でね、こちら乗ってね、落ち着いておりましたけども、面倒は避けるぞだったんですか、サニくん。ありがとうね。なんかここの毛がすんごいモフモフしてて気持ちいい。冬毛になったね、サニくんね。ね、ふわふわのね、あったかそうな毛ですね。まあ、とにかくさ、サニくん、明日もね、子分たちのことね、どうぞよろしくお願いしますね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりにしてください。おやすみ。ダメダメ、おやすみ。あの、目の周りカピカピじゃないの。ねえ、これ、ベビーのおもちゃよ。あたちのなんだよね。私、ここで汚れてたんだけど。なんか、おとなしいなと思ったらね、ウサちゃんの、トムくんがね、来た日におろしたおもちゃね、破壊しておりまして、心臓を出して、食いちぎっておりました。わたわたにしてたので、さよならねって言ってさよならしたんですけれども。まあ、とにかく、トムくんにどうぞってしたやつ、あたちのよーって言ってね、気に入って遊んでるんですよね。これも出した後、ジンジャーマンブレッドかな、丸いね、おもちゃもよく持ってる。これサムちゃんには柔らかくないですか？昔はさ、これすぐさ、噛み砕いてさ、このつぶつぶしてるでしょ、これをさ、ブチとか食いちぎってたんだけど、やんないんだよね、それね。やっぱり奥歯2本ないだけで違うのかなと思うんだけど、このぐらいの硬さでもサムちゃん十分なんだなと思って。ベビーにこれあたちの用したの？サムちゃん持ってきてる、見せに来てくれた私に。見せてくれるのありがとう、いいおもちゃだね。あっちのガニガニちゃんのがいいんじゃない？サムちゃん、サムちゃんあのガニガニちゃん出勤じゃん。ほら来た、おもちゃ置いて私のとこ来たと思ったらサムはうー言ってるけど、いいのそんな怒んなくて。私の取りに来たわねって。違うよ、取りに来てないよ。トムくんママにおやすみ来たんだよ、ほらでしょ。怒ってるよこの顔、眉毛できちゃってるしね。いいなぁ。最初は手加減してたけどね、ここ数日手加減ほとんどしなくなったかな。真剣に遊んでるし。トムがやっぱりパクッと噛むでしょ。はい、今痛いからさ、痛いんだろうね、サムもね。で、怒って。それからね、嫌な時はちゃんとね、ピシッと言ってね、やるんだよね。あれ、そっち行ったけど。そっち行くとまた目されるよ。あ、戻ってきた。まあ最初はちょっと遠慮があったのかなと思うんだけど、だいぶそういうのもなくなってね。もちろんすごくお姉さんなんですけど、自分が上だっていうのもしっかり示すし、特にサムちゃんはね、群れの中で生きてるからね、そのルールをしっかりしててね、厳しくされてますけど、大丈夫よ、ベビー登ってこれないよ、サムちゃん。まあ、またくもう、トムくんもそういうことするから目されるのよ、ねえねえに。まあでも、こんなに怒ってるとこは見ないかな。おもちゃ取られたくないんだね。ポビーともね、おもちゃの取り合い場所だもんね、そうだね。どこ行った？お父さんのルームシューズで遊んでらっしゃいますね。ルームシューズが好きでさ、持ってっちゃうのよ。ベビー戻ってきて、もうベビー眠いってねんねだって。なんかサムちゃんもね、おもちゃで遊ぶのいいと思いますけど、目の周りカピカピだし赤いよ、目目ねんねした方がいいと思うから、ねんねしてください。今日も一日ありがとうね、ゆっくりねんねしてください。ういえしゅん。サムにちょっかい出してたけど、寝に戻りましたね。トムくんもおやすみ。お手入れしてんのいいじゃん、ねんねするんだよね。先ほどもね、お父さんのルームシューズで遊んでおりましたが、とにかくルームシューズが好きでね、こうやって自分の寝床に持っていくんです。私、お父さんがいなかった間ね、朝起きてさ、ベッドルームのドア開けるとさ、ないわけ。毎日ね、うちの床冷たいからさ、もうヒーとか言いながらさ、持ってたなーって言ってね、歩いてくるんだけど、ここまで。で、持ってっちゃうから私ね、ベッドルームの中にルームシューズ入れたんですよね。そしたらさ、
さ、朝ね5時に起きるんだけど、彼ね、あーって言ってね、すごい雄たけびを上げて起きるんだけど、聞こえたなーと思って、なんかしてんのかななんて思ってたらね、ベッドルームのドアの前来て、ルームシューズがなかったからね、大騒ぎして、そこからあーわ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 ー始まってね、でも無視しないとなと思って無視してたんですよ。みんな7時にご飯の時間だから、私大体6時半ぐらいにベッドルームから出てくるんだけど、その時間までやっておりまして、1時間半ぐらいね、もうあーわーをやっててね、でその日ね、必ずルームシューズベッドルーム入るときはベッドルームの中に入れてたんだよね。そしたらベッドルームのドアが閉まっててないときにはやっぱり騒ぐわけ。シャワー入ってるときとかも騒いでて、これはどうしたもんかなと思って、ここにね置いてありますけれども、これね、愛さんからのいただき物のルームシューズなんだけど、可愛いでしょ。ダミーを置こうと思って、これダミーなんだけど、今日は一日ねここにありましたが、これだったらなんかちょっとルームシューズっぽくなくさ、可愛いからその辺転がっててもいいななんて思ってね、なので今これねダミーになってるんですけれども、これをね置くようになってから騒がなくなったんですよ。なので今ねここにあるけど、寝るときにこれ持ってってベッドルームの前に置いといてお父さんのも持ってくかもしれないけど、でね実際履いているものはベッドルームの中に入れて休んでおります。でね、お父さんね帰ってきて、なんでこれここに置いてあるのって聞かれたからね、まあいきさつね話して、したら、ああそうなんだ、いろいろと格闘してるなって言ってたけど、まあ一つ一つね、その子に合ったねやり方っていうのがあると思うから、どうしたらいいかなってね考えてね、一つ一つ解決してって、まあ別にそんなね大したことじゃないんだけどね、これはねすごくね効果があってね、まあとにかくね多分ね私の匂いがついてるものがあると安心するんじゃないかなと思うんですけども、洗濯して置いてあって、一回でもねダミーとして置く前にちょっと履いたんだよね。必ず二つ持ってきて間に履いて寝てるからね。トム君ちなみに死んだジョーなのかな、今日はね病院も行ってね、お疲れですよね、チクしたんだもんね、チクね、頑張ってきましたね。まあ特に病院から帰ってきた後も様子変わることなく元気にしておりますので大丈夫かなと思うのでね、今晩もねぐっしょりねんねしてね、明日朝早いもんね、お父さんねもう起きてくるって言ってたよ、トムフが起きる時間に、だからお父さんと仲良しさしてね朝過ごしてくださいな。今日も一日ありがとうね、ゆっくりねしてください、おやすみー。かわいい、書いてる。え、おやすみ。あら、遊ばないよ、ママのお手手で。いちゃいよ。寝寝してください、ベビーはね。おやすみ。ふたも。おやすみ。今日もとても素敵な笑顔ありがとうございます。ふた、今日も賑やかでやんちだね。うちね、すごかったでやんちゅね。さもちゃん、ちょいでやんちゅね。びっくりしたじゃない、ふた。まあでもそっか。ふた、さもちゃん、ちょいの知ってるよね。さもちゃん、ちょいでやんちゅねってよく言ってたね。ママの顔見ながらね。あ、そうだ、今日ね、トムくん、病院行ってきたんですよ。先生行ってきたんですけど。どうだろうね、トムくんね。先生、いやーようかな。それとも、ぷったみたいに先生初期でやんちようかな。ママは先生初期でやんちようになってほしいなと思ってるんですけれども。一緒にね、診察室は入らないんですけど、もうずっとね、そのスタイルだから、診察受けてる間の様子はわからないんですけれども、まあ出てきた時で特に何かね、怯えてるとか、怖がってるとかっていうね、こともなく、何もね、様子変わらなかったのでね、どうかな。なんて思ってるんだけど、まあね今はね特に今日初めてだったらねよくわからないままなのかもしれないけど、先生主義だとねトム君にとってもいいでやんちゅもんね、ふっともね先生行くでやんちゅって楽しいでやんちゅねってなってたでしょ、その方がいいよね。なおちゃんいやーよー怖いよー言うけどね、ね先生主義の方がねいろいろお世話になるからね、ふったとねトト君みたいにね先生主義な子になってくれますようにってママ思ってますのでね、ふったもね応援してあげてくださいね。今日も一日ありがとうね、家族みんな守ってくれてありがとうございます。明日もおさてもどうぞどうぞよろしくね、おやすみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね12時33分になります。お父さんはですね12時前ぐらいかなにねベッドルーム行きまして、ご飯食べてお片付けして、明日っていうかもう今日かワールドカップ見るって言ってね、こっちの時間で朝の5時キックオフらしいんですけども、だから5時には起きてテレビ見るんだなんて言ってたので、じゃあもうご飯食べたらソファーでね横にならないでねベッドルーム行って、でベッドでね横になって少しねなんかゆっくりしてからね寝た方がいいと思うよって私ね言ってたんですよ。でねお片付け終わって、じゃあベッドルーム行ってねって言ったら、今すごいお腹がいっぱいだからこのまま寝たら良くないからソファーに座るって言って、ソファー座って、あーもうダメだ絶対ダメだと思った瞬間に寝てて、今寝たら良くないって言ったのになぜ寝ると思ってさまあでね少しね放っておいて11時半ぐらいからかな、もうそろそろね12時になるからお父さん寝に行った方がいいと思うよってね何度か
声かけて、あと少しとか、これが終わったらとか、何が終わったらとか思いながらなんか言うてたのか知らないけど、なんかもうブチ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 文句言ってるからさ、もう私もさちょっと頭にきてそう、たまに怒んないとと思ってね、まあブチギレじゃなくてプチギレしたんですよね。でね、私が怒ったもんだから、これ以上ね機嫌悪くさせたらいけないって思ったのかなと思うんだけど、でも私が怒ったことに対してさ、なんかもう反発もしたいからね、なんかブチ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 言いながらですね、ベッドルーム行きまして歯磨いてベッド入ったんじゃないかなと思います。ということで本日はですね、トブくんですね、初めての病院ですね、診察に行ってきたんですけれども、先ほどもねお話しいたしましたが、診察室の中ですね、コロナ始まってからかな、一緒に入ることなくなったんですけれども、なのでね診察中の様子とかはわからないんですが、看護師さんに連れられて入っていってね、まあ、出てきた時も特に様子変わりなくちょこんとね抱かれて出てきたんですけれども、まあすこぶる健康ということでね、体重 2.5 パウンドかな、1キロちょっとぐらいだと思うんですけれども、で予防注射4種混合かなをしたっていうことで、右の肩だからこっちの肩かにしたっていうことでね、次は狂犬病の注射になるから予約取ってくださいねっていうことでね、12月の15日か予約取ってきたんですけれども、ボランティア団体さんにねいる時にね予防注射を打ってたんですが、それがね 5-in-1 って書いてあったから5種混合なのかな、ですがうちトトもポビもサムもみんなね4種混合で、まあ病院側が4種混合でいいんじゃないかっていうねことでいつも打ってるんですが、トム君も4種混合打ったっていうことで、ボランティア団体さんからいただいたドキュメントにね、次のね混合ワクチンの日にちが11月25日って書いてあったんですよね。まあ数日早いんですけども、タイミング良かったなと思って、で今日ちょっと看護師さんとお話しいたしましたが、まあ通常通り6ヶ月ぐらいに去勢手術してマイクロチップを入れましょうねって言ってて、マイクロチップもねボランティア団体さんからいただいたので、これもらってるんだけどっていうのをねお見せして先生にね確認していただいたんですけども、その去勢手術の時にするけど、このニードルは彼にも大きすぎるから、違うものを使うのかどうなのかな、まあこっちで用意するものを使うみたいな話だったかなと思うんですが、とにかくマイクロチップね、いただいたものじゃなくても大丈夫だからね、その彼の体に入っているマイクロチップに私たちの情報が入るわけだから。でハートワームの薬かはね、サムちゃん今トライフェキサスを食べておりますけれども、トライフェキサスはいくらだったっけな、とにかく体重の制限があって何パウンド以上でないと使えないっていうものなので、サンジ君がね使ってるレボリューションですね、ここに薬液を垂らすタイプのものを今日いただいてきて、今日予防注射したからね2日後ぐらいにしてあげてくださいっていうことだったので、毎月うちは月初めにねレボリューションとトライフェキサスしてるので、2日後じゃなくてもサニとサムと同じタイミングでしようかなと思っておりまして、なので12月の1日一緒にねしようかなと思ってるんですけども、彼の体重がそのトライフェキサス使える重さになるまではその形になると思うので、最初の時もね毎月ねそういえばね体重測っていただいて、もうちょっとだねなんていうね話をねしながらね、数ヶ月レボリューションね使ってたかなと思うので、まあその体重がねクリアするまでは毎月ねもしかしたらね動物病院ね行くことになるかななんて思っているんですけども、あそれからねお父さんがね、私がシャワー浴びてる時にねすごい急いでねバーンとねシャワールーム入ってきて、なんだろうと思ってねびっくりしたなと思ったらさ、 SD カードの容量がなくなってしまったんですけども、そうそうお父さんがねとにかく私がねシャワー浴びてる間にねドーンって入ってきたんですよ。どうしたのと思って、そしたらハイさんとか言うから何って聞いたら、トム君今日 DNA テストしてるわ言って、えと思って、そう保険のねプランに DNA テストが入っていたようで、私これお話ししたっけな、彼の1歳のお誕生日の頃にそうサブちゃんと同じね DNA テストしようかななんてね思っていたんですけども、今日ねしたっていうことで、保険のプランにもそう種類があって、パピーのプランの中にも1種類2種類3種類ぐらいなのかな、あるのかな、去勢手術を含むっていうねプランにうちは加入したので、確かでも DNA テストは全部のプランに入ってたのかな、変わったんだと思うんだけど、サブちゃんの時なかったからね、よくよく見たらサブちゃんが DNA テストしたね会社さんと同じ会社さんのようで、だからまあサムちゃんと同じテストだったじゃないかなと思うんだけど、こうやってグリグリってしたのかななんて思って、どのぐらいでね結果出るのかななんて思っているんですが、メールで来るのかな、まあそもそもねなのでする予定ではいたんだけれども、思いがけずね早く DNA テストを受けまして、でねお父さんもうねその時からね楽しみだ楽しみだ結果が楽しみだって言っておりますので、もう私も楽しみなんだけど、とにかくですね結果待ちたいと思っております。まあ病院から帰ってきて
した後のトム君の様子がね、先ほどもねお話しいたしましたが特に変わりなくて、予防注射打ってるからね、なんとなくだるいとかっていうね感じもなくね帰ってきてからすぐもうサムとねトレーニングしておりまして、ご飯食べてまたサムちゃんとねトレーニングして、でコテンとね寝まして、でねずっと奥で寝てて、サムがねトイレに行くタイミングでね起きてくるんですよ。一緒に私とサムがお庭出て、サムちゃんがおトイレ済ましてるのね見てる間にチラッと見るとね、トムもね自分でねクレート入ってっておトイレ済まして出てきて、ねんねの前のねそうトイレ自分でねしてね、私たちがね包丁の中入ってくるの待ってて、でねサムにね歯磨きねあげるのね横で待っててね、自分もねご褒美もらえるって分かってるから、まあまだ彼はね歯磨きさんしてないので、寝る前はねご褒美おやつ3粒あげるんですけども、食べてねさっきまでサムちゃんとね揉めておりましたけれども、これねだからねやっぱりねいきなりスイッチが切れるので、もうコテンのね奥入って寝ておりますので、またね明日も朝5時に起きるんじゃないかなと思うんだけど、お父さんがね起きる時間とね一緒なので、お父さんに朝からね彼の相手をね任せようかなと思っておりますということで、本日はこの辺りで電気を消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。